自転車で大阪まで帰ろうと思っております。一応ルールを説明しておきますと、1号線の端から端まで自転車で走行する、2頑張らない、3随時迂回あり、もしそうなとこあったら迂回して帰ります。次、体や自転車にトラブルが発生した場合、後日続きをするものとする。はい、次、できるだけその土地のものを食べる、雨の日はお休みのするといった。はい、おはようございます。2日目の朝になりました。ですね、今7時28分ぐらいですね。はい、今からですね、今チェックアウトしてきたので、今から横浜のですね、ちょっと港未来ちらっと見てですね、鎌倉の方から、茅ヶ崎の方、江ノ島の方にちょっと抜けていきたいと思います。ちょっと1号線から今日は迂回するルートで、割とポタリング的に観光ルート行きたいと思っております。それではよかった、今日晴れててということで、随時また動画回していきますんでよろしくお願いします。じゃあ2日目もよろしく。まだ全然時間経ってませんが、また気持ちいいですね。やっぱり朝の街ってやっぱり美しいですね。はい、ちょっとですね、みなとみらいの方向かって進みたいと思います。なんかロープウェイができるみたいですね。ロープウェイ今年の4月開業予定らしいですが、まあ、一回乗りに来たいですね。あと、そうですね、久しぶりですね。でも今日いい天気ですごい気持ちいいですね。はい、じゃあちょっとですね、道も多かったことなんで、鎌倉や江ノ島方面に向かいたいと思います。はい、県道218っていうのがあるんで、そちらでですね、鎌倉方面を目指していきたいと思います。20号線鎌倉街道です。信号に引っかかるんでね、ちょっとゆっくりめで走ってます。今日はそんなに寒くもないです。どちらかといえばポタリングみたいにゆっくり走りたいと思っております。上大岡駅、上大岡駅ですかね、を通過しております。なんか思ったよりでかい駅ですね、ここ。知らなかったというか、降りたことはない感じですが、はい、はい、今、昨日ですね、ちょっとですね、デニーさん休憩しようと思ってますっていうのは、ちょっと体調悪そうでですね、息苦しいのでございます。さっきからちょっとだけ歩いてたんで、あんま良くないですね。ちょっと休憩してから考えます。これは、はい、10時5分、デニーズ出てきましたが、相変わらずちょっと体調悪そうなんですね。心拍数が上がるとですね、ちょっとめまいがしそうな感じでございます。ゆっくり行きます。もうちょっとしたら体調回復するかもわかりませんし、ちょっと今日は一日こんな感じかもわかりません。それでもちょっとずつ抜くてもですね、距離が縮まっているので頑張っていきます。はい、鎌倉女子大前になってます。ちょっとですね、鎌倉素通りして江ノ島に向かいたいと思います。
はい、大船駅ですね。はい、今から大船駅を通過します。では江ノ島に向かって進みます。おー、せーの、電灯とか、よいしょ。はい、車でよく通るんですけどね、この辺って車止めるところがないんでいつも素通りしちゃってますよっていう感じですな。どうしようかな、ロードやから、まだ降りるのもな。とりあえず先に江ノ島行きますか。ということで、時間が今13時59分というところですね。はい、海がきれいらしてきれいですな。まあ、そんなところでございます。
いい天気じゃないですか、海のそばでっていう感じでございまして、あとね、小田原まで20キロ、ここ見ると江ノ島から14キロぐらい走ったって感じですね。はい、じゃあともう一頑張りしていこうという、もう前にちょっと休憩です。はい、小田原まで18キロですけど、これですよ、これ東海道松並木ってやつね。はい、多分あの東海道53次の時からですね、生えてる松ってことですね。松並木、俺ええ感じですな。もう僕らめったにこの道通りませんが、ここら辺横にあの清掃バイパスってのがあって、大体清掃バイパスを通っていっちゃうんで、この松並木ほぼ通ってませんが、なんか昔ながらのお蕎麦屋さんみたいなのがありますね、こちらに。こっちの道通ってもいいな、いい感じですね、車で通ると多分。そんな道でございました。はい、太平洋自動車道っていうのが看板が見えたんでちょっと来てみました。清掃バイパスの横になんか歩道みたいなのがついてるんですね。これをどこまで行けるのかちょっと行ってみたいと思います。なんでこんなあったんわぜ、明日の予行練習かよ。なんでこれ、大石とロングビーチかよ。気分や。よいしょ。はい、あと小田原まで10キロ歩かないかのところなんですけど、向かい風が強くてめげそうです。もうちょっとなんで行きますけど、ちょっと休憩しながら行こうと思ってます。はぁ、しんどい。はい、あと4キロですけど、これ見てください、この超向かい風。ほんと看板とか飛ばされてますよ、もうこの超向かい風の中行ってます。3時50分ですね、一応小田原駅に到着しました。あーしんど、何ちゅう向かい風やって感じですね。今からですね、とりあえずホテルどこにあるか調べて、ホテルにチェックインしてですね、ちょっとゆっくりしたいと思います。はい、ホテルにチェックインしました。ちょっと髪の毛がぐちゃぐちゃかもわかんないんですけど、ちょっとですね、2日目総括しておきますとですね、まあ、横浜出るときにですね、ちょっと、心臓の、でですね、スパイク履くとさすがにやってくるくる回せるなぁと思ってですね、感じでですね、午後は走りたいかなと思っておりますが、最後のビデオにもあったように、あと、小田原10キロっていうところでですね、もうすごい感じの向かい風にやられてですね、最後ちょっとへばりましたね。はい、ちょっと一服したらですね、外に出てですね、何か美味しいものも食べに行こうかなと思っております。
後ろ見てください、激坂ですな。